松平長近は戦国時代の武将、松平氏の第五代当主、松平近忠の三男、徳川家康の皇祖父。明王五年、父の隠居で家督を継いで安城城主、安城松、平家第二代となる。しかしこの頃、隣国駿河国の今川氏近からの攻撃を受けるようになり、長近は苦戦を強いられていた。 宇治地下の家臣であった伊勢政治と戦ったこともある。しかし長チカは優れた武将で今川軍の攻撃をよくしのいだ。また、レンガなどの教養にも秀でていたという。長チカは三河国の国人領主であった松平氏を戦国大名として飛躍させるための基礎を築いた人物であると考えられている。竜英飛下にある文紀元年9月の項に記されている。 徳川三木では、永翔3年8月20日のこととする。三河物語等の記述によると、大軍で、東、三河を制した、今川氏一川、西三河に進行、長市川、老城策を取らず、野戦を選択。自ら手勢を率いて、安城を出陣。春、縁と、東三河の勢いを合わせて一万余という大軍に大、大し長市川、 伊賀屋において五百0の手勢で迎撃を試みた。松平勢の決死の戦いぶりに、今川方は、戦意の低い東、三河勢がまず破られた。その後も長近川荒手を打ち破り、最後は、今川軍の大将の伊勢政治の旗本勢まで、打ち崩した。日没後も、松平勢はよく持ちこたえ、その夜は、矢萩川を前に祝陣した。今川軍は思わぬ。 苦戦の結果、厚見半島の田原城から、戸田市にその背後を突かれることを恐れて、翌朝には、東三河の今橋城を経て本国へ撤退した。この勝利で長近の武名は大いに上がり、松平等における求心力を増した説もある。一方、岩津松平家は滅び、長近の安城松平家が代わって総領になったものと考えられる。同年、 長男の信忠に家督を譲って隠居した。この時点での隠居は早すぎると思われるが真相は不明確。信忠が暗愚だったのを知らなかったためとも、長近自身が1501年の時点ですでに入道していたためとも言う。もっとも、その後も信忠、着尊、清康の後見人として今川軍と戦っている。愛知県岡崎市。 カ田町の大樹寺内にある松平八代墓の松平長近の墓11月引退後入道し、同越と合した長近は、なおも、信忠を貢献、補佐したが、信忠は力量を乏しい上に一文集、家臣団からの辛抱が薄く、松平等が解体の危機に瀕した。そのため、過労、坂井忠孝の嘆願により、同越、信忠富士は、 信忠の隠居と信忠の着手清康への家督継承を受け入れた。晩年は、福釜、桜井、東条、藤士と新たに分家を排出させた息子たちの中で、とりわけ桜井家の信貞を偏愛するあまり、清康の死後に若くして、後を継いだ広忠が信貞によって、岡崎城から追われた際にも何ら手を打たなかった。このために、家臣団の失望を招いたという、 後には、広忠と若い、生まれてきた、広忠の着男に、自分や清康と同じ竹千代と命名するように、命じている。後の徳川家康である。しかし、長近の出来合いした信貞は、広忠の代まで家徳に固執して、松平氏一族とその家臣団に内紛を引き起こし、結果的には、少年時代の家康の苦難の永遠となった。天文十三年八月二十二日。 死去。去年72。平野明夫、三河松平一族 ISBN4 から 404029616C0021 菊地渡る門、流栄飛館、写本松山文庫の陰気なる島市直編、徳川美希、新帝像保国史体系38代一編、吉川博文館、2007年、大久保忠隆、坪井久美蔵、三河物語、 不残八1898年、国立国会図書館像、大久保忠孝、小林健章、三河物語、1987年、ISBN4-315400920C1221。ありがとうございます。